ナを契機に日本を大掃除せよ。安倍政権発足から7年半、緩んだ日本政治を立て直すために必要な制度改革とは、安倍政権の支持率は5月下旬に 30% を割ったが、補正予算の大盤振る舞いや G7 サミットなど外交の再開で今度も彼しかいないとなりそうだ。日本だけでなく、アメリカでも中国でもロシアでも首脳らは新型コロナウイルスへの対応で土俵際まで詰め寄られながらも寄り戻しを図っている。このまま世界が惰性で進む前に日本の現状を整理してみたい。デフレからの脱却を旗印に経済回復を目指してから約7年半だが、安倍政権は構造的な改革をやっていない。アベノミクスではインフレ期待で投資を増やせば景気は上昇するという日本の現実に見合わない理論に固執しすぎた。コロナ禍を契機に消費を増やして景気を刺激する方向に転じたが、計算に基づく政策というよりは必要に迫られてのばらまきに近い。一方、世界では日本の顔イコール安倍は少し覚えてもらえたが、スーパーマリオの存在感には勝てないし、世界を動かす力もアイデアもないと見くびられ、日本に対する過小評価を打破できずにいる。安倍政権が当初の勢いを失って、もう何年になるだろう。この頃では、体制の腐朽が花をつく。検察ナンバー2と記者との賭け麻雀は、記者が情報源を金で買っておくという話だ。本来は緊張関係にあるべき権力とメディアが裏ではなあなあ、ズブズブで最後は金という日本社会に根強い理念不在の関係を続けていたことを意味する。ガバナンスの制度にも不備がある。首相の最側近秘書官兼補佐官と官房長官の所掌分野が重なるために両者が競り合いぼろを出して首相の足を引っ張っている。ナンバー2が制度的に二人いるような国は世界に例がなく、両部署の関係を整理する必要がある。コロナ禍の日本では、国民と政府の間の関係が、近代以前を引きずったままであることがあらわになった。大衆にとって政府は、江戸時代は元より明治以後も、お上、あるいは、奴らでしかない。北欧諸国などでは、政府は、国民が作っているものという、近代の建前が、今や実態になっている。国民は公的な介護サービスなどを信用しているから、貯金もしない。日本では、国民には知らしむべからず。よし、よらしむべしという、昔の鉄則が、官僚にこびりついているのか、今度のコロナ禍でも本当に説明が足りない。国会やメディアに叩かれないように、押し着せの審議会や、諮問委員会で格好をつけるのに人員と予算を、費やしている。一方、国民も税務署に所得を把握されるのが嫌、あるいはなんとなく嫌だから、マイナンバーを取得しない。そのため給付金の支給業務で、役所はパンクする。そこで切れて、役人を罵っても仕方ない。なり主がいなくなる官僚。日本の官僚の限界がますます明らかになっている。問題は深刻だ。戦後、政策の大枠は、アメリカ次第、国会議員は、党内政治と選挙で忙しかった時代に日本を動かしてきたのは官僚だ。2000年頃から政高官邸で官僚はいいように罵られ、人事は政治家に決められる存在に出したが、それでも政策を起案、実行するのは官僚の仕事である。その官僚のなり主がどんどん減り、なっても数年で辞める者が増えている。この現状を何とかしなければ、日本の行政の土台が崩れてしまう。昔に戻るのではなく、新しい社会に応じた新しい官僚制、そして新しい政官民関係を設計しないといけない。ポスト安倍はどうする？ここでも、なあなあ、ズブズブの関係で、昔ながらの党内のたらい回しでケリをつけるのか。それはもう通らない。選挙が必要だ。もっとも、今の選挙制度と政党構図のままでは同じことになるのだが。文大統領、トランプ大統領の G7 招待、喜んで応じる。米国のドナルド・トランプ大統領が最近、韓国を主要7カ国首脳会議、
G7 に招待したことに関連し、ムンジェイン大統領は1日、トランプ大統領の招待に喜んで応じるつもりで、貿易と経済の両面から韓国ができる役割を果たす考えと話した。文大統領はこの日午後9時30分から15分間に、渡っていったトランプ大統領との電話会談で、今年度の G7 首脳会議主催国として、韓国を招待してくださったことを歓迎し、感謝申し上げると述べたと、青瓦台、春話で、大統領府の、京民博氏、韓民族報道官が伝えた。京報道官によると、文大統領は、今年度の G7 の拡大形態として、対面拡大首脳会議が開催されれば、ポストコロナのマイルストーンになるだろうとしながら、適切な時期に対面会議として成功裏に開催されれば、世界が正常な状況と経済に戻るという信号弾になるだろうと話した。トランプ大統領が文大統領に G7 が古い体制で現在の国際情勢を反映できていない。これを G11 あるいは G12 体制に拡大する方を模索中だが、文大統領の考えはいかがかと質問すると、 G7 体制は限界があるという趣旨で同調した。両首脳は G7 に韓国、オーストラリア、インド、4ロシアを加えた G11、さらにブラジルまで含めた G12 に拡大する案についても話し合った。専門家はトランプ大統領の提案を韓国も反中連合戦線に引き込む趣旨だと解釈している。韓国を離れる日本企業。日本企業が韓国での事業を畳んで離れている。昨年7月、日本の輸出規制から始まった日本不買運動の影響で売上額が大きく減少したためだ。今年2月末から始まった新型肺炎事態に伴う経済不況まで重なったところ、これ以上持ちこたえることが難しいと判断したと見られる。1日財界によると、日産自動車は2005年3月韓国市場に参入して15年ぶりに撤収する。日産は2005年3月高級自動車ブランドインフィニティを前面に出して韓国市場に進出した。日産の本陣が上陸したのは2008年10月だ。インフィニティと中型セダン、アルティマなどが主力だった。2010年日産とインフィニティを合わせて6600台だった販売量は2017年9000台水準に増えた。だが、昨年から韓国と日本の貿易紛争で販売量が急減することで構造調整の対象になったわけだ。実際に日産は日本製品の不買運動の情報を提供するために作られたウェブサイトののジャパンの日本製品不買運動リストに掲載されている。不買運動による影響は大きかった。輸入自動車協会によると今年1から4月日産は813台、インフィニティは159台が売れたが、それぞれ前年同期よりそれぞれ 41%、79% 減った数値だ。ある自動車業界関係者は、レクサスが着実な販売量を記録するトヨタ、バイクなど自動車以外の事業部を持つホンダに比べて、日産は比較的に不買運動に耐える体力が弱いと話した。ファッション業界はさらに深刻だ。GU とデサントのヤングアスリートが韓国市場から撤収を決めた。GU はユニクロの姉妹ブランドだ。韓国の店舗3カ所を8月まで運営するという意向を先月21日発表した。先月27日にはデサントのキッズブランドデサントヤングアスリートも47店舗を畳むことにした。ファッション業界関係者は、特に若年層世代から日本不買運動でブランドに対する反感が大きくなったと伝えた。オリンパスもカメラ事業を今月末まで終了することにした。直営店とオンラインショッピングモールも同日廃店する。ただし、医療事業と化学ソリューション事業部門は国内市場で維持することにした。オリンパス関係者は、カメラ事業の収益性を向上するために継続して努力してきたが、期待する成果の達成が難しかったとして、撤収決定を下した理由を説明した。K
業界では今後も日本企業の韓国撤収が続くものとみられる。日本産消費財に対する否定的な認識が根付き、代替財を見つけた国民の消費行動が変わっているためだ。韓国で人気が多かった日本産ビールも停滞して久しい。関税庁によると、今年4月基準で日本産ビールの輸入額は前年同期より 87.8% 減少した63万ドル、約6775万円だった。2018年まで韓国は日本ビール業界にとって最も大きい海外市場だったが、昨年7月以降急減した。不買運動の前にはコンビニエンスストアのビール順位で1から2を争っていたアサヒビールを販売するロッテアサヒは、昨年の売上が前年より半分に減り人員削減を施行した。ただし、不買運動の影響をほとんど受けていないブランドもある。日本の ABC マートが 99.96% の持ち分を所有した口セレクトショップ、ABC マートコリアは、昨年の売上が前年より6.7% 増えた5459億ウォンで、市場シェア1位を守っている。直接生産した製品を販売するユニクロや無印良品とは違い、ABC マートはナイキなど他のブランドを買収して販売するため日本のブランドという認識が薄く不買運動の影響を受けなかったとみられる。ゲーム会社の任天堂は第二の全盛期を享受している。家庭用ゲーム機、任天堂スイッチが集まれ動物の森ゲームで韓国で人気を得ている。新型肺炎による憂鬱感であるコロナブルーが広がりつつある中でヒーリングゲームと呼ばれる街頭ゲームに消費者が関心を見せているためだ。これを受け、一部では便宜によって特定ブランドだけを拒否する選択的不買運動を批判する声が上がっている。不買運動の実践は個人の自由だが、必要に応じて特定ブランドだけを不買したり、購入したりする行為はやめるべきだということだ。サネノブ、トンシン女子大学の女系徳、ソギョンドク教授は先月、自身のフェイスブックを通じて、任天堂のゲーム機を買おうとする人が列をなしている、姿を見て、日本の右翼とメディアが、どれほどあざけ笑うだろうかとして、個人の選択は尊重するが、最低限の自尊心は、守れるようにもう一度考えてみてほしいと話した。